そういえば友達がちょっと、入院してしまったんですが、久しぶりに昨日見舞いに行ったらば、昔実はこの体なんですが栄養失調で入院したんです。もう4年か5年ぐらい前なんですけど、それも耳鼻科に喉が痛いんで行ったらば入院だってんで、栄養失調というかかなりショックだったんですよ。バスに乗ってて、こう釣り革に捕まっていられないような、なんていうか、バスと一緒に体が動いていくような、そういう症状になったら皆さんも栄養失調です。それではここでピアノを紹介します。榊原。それでは昔からよく聞いてくれた、くれてる人はおなじみの往年のヒット曲なんですが、ウイスキードライブというのをやります。Let's get it right.